皆さんこんばんは。はい、よく言いました。はい、はい、早いもので4月になりまして、今日が4月の3日水曜日でございます。少し雨模様ですけどね。そうなんです、はい、なぜか暑い日は雨になっちゃうね。僕らの放送の時は大概雨です ね。前回もすごい雨で途中傘が壊れましたからね。それに比べる時はまだいいかなという。そうですね、例年よりもちょっとね、桜の開花が遅れて、今七分咲き、そのぐらいでしょうかね。そうですね、ちょっとなんかあと桜とも違うような花が、お花が来る途中ね。僕らがこの鳥越あずり放送局、浅草橋の駅を降りて、来る途中に白い花が咲いてるんですよね。そうです。あ、桜だと思って眺めていたら違った。よく見たら全然違うんですね。全然違う。桜だと思うことが大事ですね。そうですね、はい、桜だと思えば桜ですよ。そうです、はい、何でも桜。はい、はい。ひとみちゃんはお花見の予定とかありますか？お花見したいんですけど、はい、まだ咲かないのでね。予定はまだ未定ですね。予定は未定で。何かありますか？全然ないですね。どこへ行きたいとか。週末ぐらいがちょうどいい頃ですよね。どこへ行きましょうかね。どこかな。やっぱり京都とかがいいんですか？京都行きたい。はい、京都行きましょうか。ね、はい。はい、気持ちだけでも清水寺とかいいですよね。はい、はい、いいと思います。はい、最近はねちょっと体調が悪くて、いろいろ病院とか行ってたんで、皆さんが心配してくれて、お守りとかね送ってくれたりしまして、ありがたいですよね。はい、これわかりますかね。桃色クローバー Z お守り、いかにも効きそうですよね。桃黒のお守りでございます。ね、これは何ですか？これはですね、ひょうたんなんですけど、あの秩父に印南というお蕎麦屋さんがありまして、秩父、はい、そこのお蕎麦屋さんがね、非常に効果のある氷炭を作ってまして、著名人の方もねこちらで氷炭を買い求めるっていう、これ氷炭を送ってくれまして、じゃあ元気になる、繁栄と健康にいいという。ああ、氷炭っていいんですね。氷炭がいいのかねちょっとわからないですけど、でもなんとなく癒される、可愛らしいですよね。可愛らしい、はい、首からぶら下げなさいって言われましたけども、あ、じゃあここにこうぶら下げて、そうですね、はい、いいですね、この間ね、あの高校野球、春の選抜高校野球が終わりましたけども、今から50年以上前ですかね、あの選抜に、はい、栃木の作新学院っていうのがあって、強いですね、毎年ね、江川卓さんというピッチャーがいて、まあ、後にも先にも江川ほどすごいピッチャーってなかなかいないと思うんですけど、バットに当たんないんですよ、相手のバッターがね、球が速すぎてね。なるほど、素晴らしい。で、高校時代はもう大概ノーヒットノーランか完全試合で勝ってたピッチャーなんですけど、唯一、栃木の大会で1対0という非常に苦戦した試合があったんですけど、その時の相手のピッチャーだった人がこの印南さんというね、このひょうたんを作ってくれた方でございましてね、その後なんかあの銀行とかに勤めて脱サラして、今お蕎麦屋さん、ぜひ皆さん行きたいです、はい、ね、行きましょうね皆さんで、ね、そしてその印南さんがなんとすごい、はい、阪神タイガースのタオル、阪神タイガースだー、何の関係があるかよくわかんないんですけど、お友達がなんかタオルを作ってるらしくて送ってくれました、はい、すごい、ひとみちゃんが応援している阪神タイガースなんですけど、ちょっと開幕ダッシュ失敗しましたけど、はい、大丈夫でしょうか？大丈夫です、全然ちょっと心配になりますけど、阪神ファンとしてはね、全然問題ないと思います、問題ない、はい、だんだん調子上がってくると。上がってきますよ。本当ですか？はい。根拠は？根拠はないです。はい、根拠はない。ひとみちゃんもう何の根拠もないですもんね。はい。なんとなくなんですよね。いや、なんとなく勝ちそうですね、今年もね。うん、今年も。阪神ファンの方、ご安心ください。江中ひとみが大丈夫だと言っておりますので、ね。はい、大丈夫です。はい。はい、じゃあ、ここでね、じゃあひとみの歌を一曲お届けしたいと思います。はい、今日は何を？スモーキンマリリンは今夜も大忙し。はい。どうぞ。今夜も大忙し。
割りは今夜も忙しいね、ワンコーラスでございますけど、はい、フルで見たい方は YouTube でご覧ください。今日もね、素敵なゲストの方をお迎えしております。はい、綺麗じゃないですか。とんでもない、とんでもない。美人で、お人柄もいいんですよ。はい、お話ししててね。温かい子、人柄というのはなんか表情というかね、顔に現れますよね。邪悪なところがね、もう全くないですよね。微塵も感じない。どうですかね。じゃあ瞳ね、はい、皆さんご存知だと思いますけれども、念のためじゃあご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、歌手をされております、はい、立木久美子様です。立木久美子です。どうぞよろしくお願いいたします。かわいい、かわいいし、くみくみと、くみくみと呼んでください。くみくみと呼んじゃって、くみくみさん、はい、くみくみ愛称くみくみなんですね。はい、そうでございます。さあ、もう久美子さんはね、もう大変な大スターでございまして、はい、いやいやいや、とんでもないですよ。立木久美子さんっていうのを、実は2代目立木久美子さんということ で、はい、お母様が初代の立木久美子、はい、歌手の世界でこうなんていうか襲名するっていうのもね、なかなか珍しいと思うんですけども。そうですよね。もともとお母さんがずっと歌手をされていて、小さい時からお母さんを見て、はい、ゆくゆくは自分も歌手になろうみたいな。そうですね、うん、まあ、本当あの昔はもう全然人前に出たりとかすごい苦手だったので、はい、そんな歌手になろうなんて全く思っていなかったんですね、はい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 、で、まあ、環境もあり、そのうちの母が、まあ、歌謡曲の歌手、はい、でそんなもうやはりこう普段から歌を聴いてるわけですよ。で、もう本当性格的にはそんな歌を人前で歌うなんてとんでもないという感じだったんですけど もう気がつけばですね、やはりこうステージに立っていてというような、やはりもう環境ですかね、環境が自分をそうさせたというような感じでございます。お母様もずっと歌手で、遠藤みどる先生の内弟子ということで、それは聞いております。そしてお母様の妹さんが、うん、あのアイドル歌手、うんうん、浅岡めぐみさん、浅岡めぐみさんですよ。はい、江中ひとみさんのお父さんが大好きで、大好きだった、ね、実家の壁には浅岡めぐみさんのポスターがいっぱい貼ってあって、びっくり嬉しいですね。子供の時からひとみは、はい、立木さんのおばさんに当たる方ですよね。写真を見ていたわけですよ、ね、見て私の彼は左利きをそれで覚えました。そうなんですね。でお聞きしてカバーして歌わせていただいております。しましたよ。いやもう嬉しいですね。やはりあの組組的には歌謡曲の、うん、まあ、声質といいますか、うん、ですのでおばの歌は最も歌いにくい、歌いにくいですか。アイドルの曲ですからね。ひとみさんに歌っていただいて嬉しいですよ。やっぱその曲調とかっていうのはやっぱ違うんですか、歌謡曲とアイドル曲っていうのは。いや、おばの曲は本当もこう、はい、こうじゃないですか、私の彼は、はい、こう、はい、こうですね、はい、私どちらかといえばこう演歌まではいかないですけども、まあ、やっぱなんか違いますね。あ、でもなんか歌謡曲が歌える方はアイドル曲も歌えそうなイメージ、逆はちょっと難しいところもあるかもしれませんけど、そういう感じがするんですけども、やっぱりジャンルが違うとやっぱりなんとなくサッカーとバドミントンみたいな違いがあるんでしょうかね、同じスポーツでもね。なんか声質も違うとやっぱりこうね、歌う曲もあるね、あっち違うとありますよね。なのでなかなかよくやはりこう歌ってって言われたりするんですよね。だけどもドキッという感じで、いやいやって言いながら、まあ、どちらかといえば私の彼は左利きよりも、はい、芽生えの方が、はい、デビュー曲、はい、なんというか歌いやすい、歌いやすいというのはあります。たくさんね、いろいろ歌があるので、まあ、合う合わないというのはあるんでしょうけどもね。今日は普段はなかなか来ないメッセージが、はい、ゲストが立木久美子さんということで、嬉しい。放送局のプリンターが壊れんばかりの勢いでどんどん来ております。本当ですか。はい、ガタ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 来てますよね。来てますね。はい、来てますね。まずはペンネームすももちゃん、はい、すももちゃん、ありがとうございます。ひとみ長森社長こんばんは。今自宅ですももちゃんの衣装を選びながら流星ラジオを聞いてるんですよ。嬉しいですね。今日は雨なので足元に気をつけてください。流星ラジオ放送内容最高です。今日はすももちゃんのお誕生日、あ、誕生月です。誕生月、すももちゃんおめでとうございます。すももちゃんおめでとうございます。おめでとう。そうですか。18歳ぐらいになるんでしょうかね、すももちゃんね。18歳になるのか、お祝いしてあげないとですね、すももちゃんを。かわいいな。こちらはトークアーティストサッペさん、あの有名な、あの有名なサッペさんが、世界的有名なサッペさんですね。メッセージを送る時間があったんでしょうかね。はい、嬉しいですね。はい、名前山落ちる
すみません、南雲さん、ひとみさん、はい、そしてゲストの立木久美子さん、こんにちは。立木久美子さんのお母さんの姉があの朝岡めぐみさんとのことですが、プレッシャーとかありますか？また朝岡めぐみさんからアドバイスとかもらったことはありますか？っていう質問も、はい、質問。やっぱりね、身近にこう大アイドルというかね、時代を作ったスターがいると、やっぱりそれなりに比較されてしまうっていうか、そういうこともあるんじゃないかと思うんですけど。そうですね、はい、もう小さい頃というか、やはりこう自分にとにかくなんかこう自信がない、今も自信ないんですけど、なんかこうやっぱ人間的な成長とともに、昔やっぱりこうおばの存在っていうのは重くやっぱり感じていたっていうのはありますね。なんか比べられるというか、やっぱすごいねって、自分自身という問題で、ただやはり年を重ねるごとに自分にしかないもう個性ですね。ある時なんかこう吹っ切れたみたいなのがあるんですね。そういうのありますね。それは何かあったんですか、きっかけみたいなのが。そうですね、やはり、まあ、ステージを重ねていくたびに、こう自信がない性格が、やはり自信につながってきますし、もうとにかく経験がね、経験ですよ、経験でございますが、あ、自分は自分、もうおばあおばだし、まあ、母は母だし、自分にしか歌えない歌とか、あのそういうものをこう自信を持ってあのやっていけばいいんだなっていうのに、ふっとこう分かった時からすごい楽になって、それからもう組み込みワールドも独特のですね、自分自身しかね、ない良さってありますし、朝岡めぐみさんに朝岡めぐみさんの魅力、立木久美子さんは立木久美子さんしか出せない味わいというかね、魅力があると思いますのでね。多分世の中こう親が立派すぎて、お兄さんがすごすぎて、なんかこう卑屈になっちゃってる人も多いと思うんですけどもね、決して、自分の魅力をね、こう、見捨てないで、自分を信じて頑張ってほしいと思います。はい、本当そう思います。はい、世界に一人ですからね、自分は。そうですね、世界オンリーワンでございます。そうですね。まだまだいっぱいありますね。はい、まだまだいっぱいあるんですよ、これ。これ長いですね。はい、火星人さん。火星人さん。横浜火星人です。はい、今日のゲストは、歌手の立木久美子さん、ひとみんもカバーをしているあの朝岡まみみさんのお姉さん、藤井明美さんのお嬢さん、あれですよね、かなりコアですね、うちの母さんの名前はすごい。面白いのは、立木久美子さんはもともとお母様の芸名よくご存知で、お、鳥肌が立ちますね。歌舞伎のような襲名の風習がある世界では、親子が同じ芸名は珍しいくはないですが、歌手は珍しく、ジャズの吉江が、新派女優の母親の名前を、共鳴して2代目、水谷吉江さん、水谷八重子になったのと、演歌の唐木淳が歌手の父親の名前を継いで2代目黒木健になったのが思いつくくらい、もし差し支えなかったら、お母様と同じ芸名になった経緯、お知らせしていただけたらと思います。ひとみんとの楽しい会話期待しています。なんてね、ありがとうございます。カセイジさん、カセイジさん、ありがとうございます。じゃあもう2代目の久美子さんが、歌手になった時、最初は立木久美子さんじゃなかったんですか、お名前は。立木久美子でした。最初から、はい。その時にじゃあ先代は名前を藤井明美さんに。本当うちの母は3回ぐらい名前が変わってるそうで、そうなんですね、立木久美子さんになる前に芸名がいくつかあったんで、そうなんですか、先ほど火星人さんが、書いてくださったように、藤井明美、で花里明美、で最後に使ってた名前が立木久美子という名前 で、はい、でこの名前っていうのはうちのおばあちゃんがつけた名前なんですよ。でうちのおばあちゃんってのはまた強力な、もう今他界してしまったんですけども、凄まじいおばあちゃんでございまして、いろんな芸能人の方の名前もつけたりとかするぐらい、なんかこう持ってる、見えたりとかしちゃうおばあちゃんなんですよ。すごい、この名前は非常におばあちゃんいいと。そうなんです、そうなんです。朝岡めぐみもうちのおばあちゃんがつけたのから、本当ですか、夢が叶うなんか名前らしく、で母の夢っていうのは主婦になることらしい。で立木久美子になってからもう数ヶ月で結婚して、で使わなくなってしまったという、その名前をもったいないので、じゃあ私が歌を歌おうかなと思った時に、
あ、じゃあこれ使えばみたいな、そんな感じなんです。そんな流れで立木久美子を、はい、使わせていただくようになりました。襲名ということでね。襲名ということで、まあ、これから3代目4代目立木久美子さんもつながっていくといいですよね。3代目男の子、子供男の子なので、男の子立木久美子ですね。久美子、はい、子供ですね。でも昔、大昔は何でしたっけ、小野の妹子とかね、あの男の方も子がついたりしてたじゃないですか。あ、まあ、いいんじゃないですかね、それね。新しいですかね、それも。新しいかもしれませんね。芸名としてね、斬新な感じがしますけども。はい。立ち組子を、紅白出た時は白組で出るという感じでね。はい、なんかいいですね。はい。いいかもしれないですね。時代に乗る感じですかね、今の、もしかして。初めて気づきました。はい、いろんなことに、はい、ありがとうございます。じゃあもうね、いろいろね、もう、うん、なんていうんですかね、うん、活躍されているので、ご紹介したいキャラクターがたくさんあるんですけど、はい、まずはじゃあ歌手ですから、うん、歌ってるような写真を何枚かご覧いただいて、はい、これは今日と同じ服をあえて着てきました。野外のステージになりますかね。はい、本当に外ですよね、これ。はい、この写真だけでひとみちゃんはどこだって断定できますか。あ、ここ、はい、クイズですね。どこでしょうか。これ日本、これなんか後ろがなんかあれですよね、そうきました、石垣のような感じにも見えますけど、動物園のような、動物園しますけどね。あ、檻というか柵というかね、違いますけどね。そう、全然違う。はい、こう自分でも。北海道ですか。こちらはですね、戸塚でございます。戸塚、横浜の戸塚、神奈川県戸塚。はい、そうなんですね。戸塚の桜祭りが、桜祭りが実はあの先日ありまして、はいはいはい、そちらでなかなか客席があの川を挟んで、かなり遠くに客席があったんです、ステージとお客様がいる間に川が流れてるんです、はい、そうです、すごい、もう開放的な。それはなんかあれなんですか、演者さんの安全を守るために川があるんですけど、泳いでこないと近寄れない。これすごいですね。うん、まあ桜でもまだ咲いてなかったですね。咲いてなかった、はい、桜まずいですけど咲いてなかったですね。まあ例年はね咲いてなんでしょうけど、こういうことも自然のね、やっぱり現象なんでありますよね。はい、はい、じゃあ、続いてのこちらは、こちらはなんか夏ですね、感じがね。夏ですね、うん、昨年ですね。そうですか。戸塚でございます。これも戸塚、これはなんか海ですか。これはですね、はい、歩道橋です。歩道橋なんですか。そうなんですか。歩道橋で歌えるところがあるんですね。どこでも歌えます。あ、足場があれば、素敵だ。すごいですね。なんか歩道橋ということは下道路が通っていて、そうなんですね。こんな美しい方が歌っているとドライバーの方がつい見とれて、なんかね、事故りそうで心配ですからね。何をおっしゃいますか。なんかイベントだったんですね、はい、これはストリートの。あ、そうなんですね。歌わせていただいた写真でございます。はい、写真はまだ続きますか。はい、はい、じゃあ次は、ね、あ、映像もじゃあご覧いただきたいと思いますけれども、ね、今日はこちらに CD もね並んでおりますけれども、はい、CD に入ってる曲になりますかね。そうですね、はい、はい、入っている曲で、はい、まずは、赤い方の、赤い方のこちら、大切なもの、はい、大切なもの、タイトルに書いてある、あの入ってる CD のスマイルアゲンかな、うん、スマイルアゲンという曲を、ね、歌ってる映像が出ると思いますので、はい、今ね、はい、ちょっと曲を間違えてしまいました。はい、この赤い方の CD ではなくて、こちらの、はい、CD に入ってます。こちらで、はい、こちらでございますかね。はい、の毎日がバースデーという曲でございます。毎日がバースデー。そうなんですよ。これはご自身でお作りになった。はい、はい、この曲は私が歌詞をつけ、うんうん、曲は母が
すごい。お母様がコラボレーション。初代と2代の立木久美子さんの合作ですか。です素敵だ、親子で。素敵ですね。これはどういう思いを込めて歌詞を書かれたんですか。うん、これはですね、はい、本当に先ほど自分自身がなくて、うん、で世界に自分は、一人だけだよっていう、うん、そのもう本当そんなことを書いた曲でございまして、うん、もう自分はたった一人の、スーパースターだみたいな、で、嫌なことがあっても、うん、明日になれば、うん、今日よりも明日の方が成長している、うん、こう毎日がだからバースデー、一日一日パワーアップって、そういうような本当まさに先ほどお話しした内容の曲になってますね。なるほどね、素敵な感じ、自分自身にエールを送る歌なんですね。元気になります、 多いですね。素晴らしいですね。今のもうなんか、どちらかの、慰問のような形ですかね、はい、場所は。場所はですね、はい、町内会の町内会、百寿会というですね、百歳ぐらいの人が行くところですね。そうです、はい、まあ、60から入れる、入れるこうありまして、入れますね、もう僕はね、はい、いやいやいや、まだまだ、いや、もう入れるんですけど、実は存じてないので、はい、私ももうちょっとで入れるかなって いやいや、まだね、18歳ぐらい、18歳です、まだまだまだでしたね、はい、そういうような、とこでお呼ばれ、お呼ばれお呼ばれしていた、させていただいて、老若男女から大人気ということになりますね。歌わせていただきました、はい、まだ続々とねメッセージがあるので、じゃあご紹介しましょうか、はい、はいはい、こちらも、あ、はい、トークアーティストサッペさん、サッペちゃん、はいナムさん、ひとみん、そしてゲストの立木久美子さん、名前立山康史、はじめまして。お母様も歌手だそうで、その姉は浅岡めぐみさん、お母様と浅岡めぐみさん、浅岡めぐみさんが大ヒットした時、ライバル関係とかあっちゃったりしましたか、という。うん、なるほど。ああ、そうか、ね。お母様とおばさん同時期に歌手だったわけですよね。いや、違うんですよ。あ、違うんですか、ずれてるんですか、活躍の時期は。はい、結局そのおば、はい、うちの母が歌手で、うん、でうちの母の、うん、その後ろにいつもついて、はいはいはい、いたのがおばなんですね。それでおばがその1曲だけ歌わないって言われて、はいはい、で歌った曲が売れてしまったので、うん、そこからもううちの母はマネージャーに、うちのおばのマネージャーに急遽、急に立場が変わってしまったわけですね、はい、そうだったのですか。ですので、も一緒にステージとかそういうことは全くなく、うん、もう常におばのマネージャーでした、うん、うちの母は。お母さんからすると、でもなんとなく内心はちょっと寂しいものがあったでしょうね。そうですね、まあ、実はね、妹さんですから、その成功することは嬉しいでしょうけど、自分自身もね、同じ道を目指してたんでね。そうですね、なんとなく一曲だけっていう、わからないものですね。それで出した曲はなんか嬉しい、ありがたいことに売れてしまったということで、もう引き下がれないような感じだったっていうのは聞いてますね。うん、まあ、当時のアイドルさんだと本当寝る暇がないぐらい、次から次へね、いろんな放送局もあって大変だったでしょうね。はい、そうなんですよ。その曲が芽生えという曲なのですか。そうなんですよね、実際デビュー曲。そうですね、私の彼は左利きがよく知られている曲ですけども、うんうん、実際はそうなんですよね、確か芽生えは、芽生えでデビューされて、ね、まあ、いろんなたくさん、アルプスの少女ハイジとか